ちょっと待ってね。はい、どうぞ。じゃあマロンお姉さんどうぞ。ね、一個一個が小さいので食べきりサイズということで、どうかな。お、いいね。そんなカメラ目線で食べなくてもね。え、このほっぺたがね、なんかムチムチ感があってすごい可愛いね。え、と言ってたらあっという間に完食、ほぼ完食ですね。もうこれだけ。はい、それじゃあココアちゃんの番ですね。オッケー、あげるよ。ちょっと待ってね。ほら、なんか手に持って食べてるように見えるけど違うよね。たまたま間に挟まってる。あ、そうだよね。よいしょ。すごいね、もうすぐ半分ぐらいになっちゃう。一口は大きいんですけど、やっぱそれをちゃんとですね、噛み砕くのにやっぱ硬いから時間がかかりますね。だから奥歯とか前歯の伸びすぎの予防にね、まあ、何回も同じこと言ってるようだけど、バッチリですよね。ぴったりのね、おやつですね。はい、もう一個いるかな。今のところ、ね、コメントは入ってないんですけど、もしかしたらこう思われてる方がいるんじゃないかなと思うので、ちょっと言っときますね。毎回毎回ですね、なんか好き嫌いほぼなく食べてくれるじゃないですか、うちの子たちがですね。飼い主的にもですね、結構びっくりなんですけど、初めて買ってきたものもね、なんでかね、こう慣らしてるわけじゃないんですけど、もうすんなり最近食べてくれるんですよ。食べ慣れたものばっかり出してるわけではなくてですね、出してんじゃないのかなと思われてる方もね、中にはいらっしゃるかもしれないのでね、ちょっと言ってみましたね。本当にもう初見です、今回の猫、ね、の大箱もですね。で、あとはもう今だいぶ消しちゃったんですけど、2、3年ぐらい前のですね、動画を出してたんですよね。その頃はですね、結構食べたり食べなかったりが激しくてですね、まともに動画がね、作れてなかったんですよね。だからもうね、こう生まれてからね、この3歳ぐらいにもうちょっとしたらなるので、このココアちゃんもですね、だからまあみんな慣れてきてですね、いろんなものに。であとはそうですね、なるべく、ね、保存料、着色料とかですね、入ってなくてグルテンフリーのものをですね、なるべくあげるようにしてるからね、安心して食べてくれるっていうのもあるかもしれません。よし、はい、それじゃあ小雪ちゃんに交代ですね。ね、美味しかったね。はい、それでは続いて小雪ちゃんですね。今日はあんまりプープー言わないね。いい子いい子。ね、やっぱケージの中からみんなが食べてるのを見てるから、こんだけね、食いつきがいいのかな。あ、これだったらあげやすいですね。ちょっとくすぐたいですけどね。おっとっと、落ちる落ちる。あ、やっぱそうやって食べたいかな。その方が食べやすいかな。
はい、どうぞ。ほら。すごい、なんかハムスターがなんかほっぺに蓄えてるみたいな感じに、ねえ、すごい頬張ってくれてね、可愛くて買ってきてよかったなこれ、ね、こんだけ嬉しそうに食べてくれて嬉しいですよね。美味しそうにね、こうやってペロペロペロっと。もう一個あげようか。はい、なんか今日はみんな全体的におとなしいんですけどね。もしかしたら今そこに新しい仲間をお迎えしてるんですけど、その子たちがいるからね、様子を伺うじゃないですけど、いつもと違うなっていうので、ね、ちょっとおとなしくなってるのかもしれないですね。ただお互いにですね、そんなにストレスに感じてるようなね風でもなくてね、ただただおとなしくて、ちょっとたまに気にして何なんだろうかな、あの子たち何なんだろうかなとお互いに見るぐらいで、ね、特にどっちが怯えてるとかもなくてですね、まあその一緒の空間で同時に平安歩したりとかできないと思うんですけど、また、後日紹介しますね。はい、それじゃあマロンちゃんですね、ね、今まで末っ子だったけどね、今日からお姉さんだからね。まあ、動物の種類は違うんですけどね。ね、年上だから、ね、ちょっと、いいとこ見せようね。しっかりして、お姉さんなところ見せよう。はい。じゃあ、マロンお姉さんどうぞ。大箱はやっぱり、ね、乾燥した状態のものもあげてるから、ね、匂いも慣れてて、だからこんだけ食いつきがいいのかもしれないですね。いや、いい食いつきです。で、この顔。いいね、すごい勢いで、やっぱりみんな早いですね。もうこんなちっちゃい塊になっちゃいました。このあ、ちょっとたくさん口に入れすぎたのかな、まだ残ってますね。 OK、 あ、まだだよね。この下から見たこのウサギのね、食べてる口の動きとか顔がですね、可愛くて好きなんですよね。ちょっとアップにしてみようかな。ちょっとピントが合わないですね。服にピントが合ってますね。また次回以降、ちょっとチャレンジしてみます。よいしょ。ちょっと粉がね、いっぱい口の周りにつくのかもしれないですね。他の子たちもペロ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 ね、こうやって口の周りを舐めてましたんで、まあそんなね、悪いことではないんですけどね、こうペロッとした可愛い顔が見れるのがね、いいんですけど、
まあ、ウサギたちにとってですね、その過度のストレスにならなければ、ね、問題ないかなと思います。はい。ということで今日はこちらのですね、ベジドロップの大箱味。こちらをみんなでね、食べてみました。これはそんなにですね、取り扱い店舗が少ないことはないと思うので、ホームセンターとかペットショップでね、立ち寄った時にね、探してみてはいかがでしょうか。ということでですね、今日はこちらのみんな大満足でですね、ボリボリ、パリパリ、もぐもぐ食べてくれました。ね、美味しかったね。ただ、顎が疲れるのかどうかわからないんですけど、三つ目ぐらいで大体の子はですね、お腹いっぱいになるみたいですね。今もうゲージの中でみんなね、くつろいでますんで、満足感というか満腹感がですね、増すかもしれないですね。はい。ではですね、またこれからもですね、こういう風にね、健康食品ですね、ウサギのための健康食品とか、ペレット、チモシー、あとはもう、今もね、チモシーとか、ね、ちょっと悪戦苦闘、ね、宿泊しながら、ね、いろいろ試行錯誤して育ててるんですけどね、チモシーを。で、そういうのもですね、また今後紹介して、ね、この子たちと一緒にですね、遊びながら食べて、ね、その様子をですね、見ていただいて、もちろんね、可愛いウサギの動画をね、見ていただく方も、ぜひとも今後も見ていただきたいですし、ウサギを飼われてる方もですね、あくまでですね、この飼い方の一例として、ね、参考にしていただけたら嬉しいなと思います。では今回の動画がですね、いいなと思った方はですね、まだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。あと高評価もですね、いただけたら嬉しいなと思います。それではまた他の動画でも皆さんにお会いできたら嬉しいなと思います。はい。では。さよならー。